イビーフンじゃなくて台湾ビーフン、豆板醤で味付けをしました。これが、焼きナス、網で焼いたナスに生姜醤油を絡めた感じです。残りご飯で作ったカッパ巻き、これは地元産の梨、近くの農家で買ってます。これは隣のお庭のブルーベリー、うちのこうお庭に枝が入り込んでるところ、摘んでもいいわよって言ってくれてるんで、これも地元産のスイカです。これは水出しのルイボスティー、これはわさび、粉わさびを溶いたものです。で、マザーソルトです。